119番です。火事ですか？救急ですか？いつもお仕事ありがとう。パパいつもありがとう。ありがとう。ありがとう。いつもありがとう。パパ頑張れ。ママ頑張れ。パパ頑張って。頑張れ。おお。明けましておめでとうございます。豊橋市長の浅井義孝でございます。令和3年の新春を迎えるにあたり、本市消防職員団員をはじめとした各消防関係者の皆様に謹んで新年のご挨拶を申し上げます。さて、本来であれば令和3年の消防出初め式は豊橋公園内において盛大に挙行する予定としておりましたが、新型コロナウイルス感染症の影響でやむなく中止とさせていただきました。つきましては令和3年豊橋市消防ウェブ出初め式と題しまして、消防関係者の士気高揚一致団結につながる映像を公開し、本市の安全安心の第一線でご活躍される皆様にエールをお送りしたいと思います。昨年は幸いにも本市におきまして大きな被害をもたらす
火災や自然災害はございませんでしたが、昨年の今頃は誰も予想しなかった新型コロナウイルス感染症の世界的な流行により、人々の命が脅かされ、社会経済状況も極めて深刻な打撃を受けています。ただそのような状況の中にあっても、日夜献身的に活動していただいている消防職員、団員、そしてそのご家族の皆様に改めて敬意と感謝を申し上げ、心からのエールをお送りいたします。一緒に頑張りましょう。結びにあたりまして、皆様方のさらなるご活躍とそれを支えるご家族の新しい一年が希望に満ち溢れた明るい年になりますようお祈りをいたしますとともに、皆様のご健勝とそしてご繁栄を心からご祈念を申し上げまして、年頭のご挨拶とさせていただきます。皆様、新年明けましておめでとうございます。豊橋市議会議長の田中でございます。この度はウェブデズム式として公開されますことを心よりお祝い申し上げます。消防関係者の皆様におかれましては、日頃より防災に備え、昼夜を問わずご尽力いただいております。市議会を代表いたしまして厚く御礼申し上げます。そして支えてこられたご家族皆様に敬意を表すとともに、心から感謝を申し上げます。昨年は、コロナ禍に見舞われた1年でした。新たな生活様式の導入で社会の在り方が大きく変わった1年でもありました。消防関係者の皆様にも活動とコロナ対策に苦心されたと存じます。それは本年もまだ変わることはありません。このような状況でも火災や災害は待ってくれません。引き続き皆様方の力を遺憾なく発揮されますことをご期待申し上げます。本年が災害ない年であることを願い、消防関係者とそのご家族そして市民の皆様方のご健勝とご多幸を祈念し、激励のご挨拶といたします。